とうございますということで、ちょっと振り返ろうかなと思うんですよね。僕最初に YouTube やったのが、最初は Instagram からテストみたいな感じで半年間ぐらい動画撮って発信とかしてたんですよね。最初はすごく怖いっていうのと、怖いっていうのは、僕がね、ちゃんとこういうふうに話せる人間でもないっていうか、口下手だけどなんかやってみたいっていうね、興味だけが、前のめりしてやるに至ったんですけど、顔を出してね、こう自分でスマホを向けながら、こうインスタで撮って、ライブ配信じゃなくて、なんか思いを語ったりしてたんですよね。昼間は結構天気もいいし、気温も暖かくって、なんか恥ずかしかったんですよね、めちゃくちゃ。恥ずかしいのと、自分の意見を言うっていうのが、こう怖かったというか、恥ずかしかったのと、そうですね。自分の意見を言うことによって、嫌われるっていうか、そうですね、嫌われることもあるだろうっていうのが怖かったっていうのもあるかもしれないですね。河原町3条お願いします。はい、途中でお伝えいたします。僕今から一人で喋り出しますけど、気にしないでください。すいません。そしてちゃんとうまいこと話せれないっていうね、恥ずかしさっていうところがあったんですけど、そんなんでやっていって、半年後に、なんとかよし YouTube に、投稿してみようみたいな感じでやっていった最初の方が、こういう感じで、ホワイトボードに説明枠を作って、自己啓発ですよね。今僕が YouTube のチャンネル名は幸せ研究所なんで、僕がね、過去に病んで人生もう辛いよ、やべえなって思って、八方塞がりになった時から、這い上がらせてもらったのが、例えばスピリチュアルとか、霊的な考え方、心とかね、気持ちとかの、発想ですよね。あとは自己啓発ですよね。それで助けてもらったんで、今後は僕もそれを困ってる人のためにやりたいよっていうふうにね、思ってやりだしたっていうね。だから最初結構気合いが入ってたんですよね。ちゃんとホワイトボードに書いて、解説をこう項目1、項目2、項目3で順を追って説明してたんですよね。ただその当時は動画の編集できなかったんで、一発撮りでやってたんで、それはそれで結構ね、大変だったんですよね。でも好きだからやってた。で、それがずっと延長して、好きでやってて、今に至るということなんですよね。で、あれよこれよやって、今、2年経つか経たないかぐらいなんですけど、もう早いですね。で、僕のやってることって、登録者数伸ばそう伸ばそうっていう風な感じじゃなく、やっぱり邪念というかね、登録者数を伸ばすためにやったら、不本意な感じっていうか、やりたいことをやるために、の発信じゃなくなっちゃうんで、ただ僕がのほほんと気ままに楽しく、俺楽しいよみたいな。だからコンセプト内容な感じなんですけど、でもコンセプトは僕がおもろいんじゃね、イコール僕は幸せなんで、それが僕なりの世界観でいう幸せなんですよね。だから幸せ研究所、そして僕の発信してる内容は僕なりの幸せを発信してるっていうね、そういうことなんですよね。すごく嬉しいんですよね。その当初考えたらですよ、ゼロ人状態で、誰にも伝えてなかったんで、それでやっていって、本当にじわ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 、例えば1ヶ月後、60人になってるっていう可能性も全然ありますからね。逆に言うと、80人になってる、100人になってるっていう可能性もありますけど、そういう感じなんですよね。やっぱりチャンネル登録してもらってこそのもんとも思うんですよね。2年やって、さすがに5人とかだったら、僕、センスねえなとかって思うかもしれないんですよね。やっぱりね、いくら好きでやってて、自分が楽しいからやってるんだっていうのもありますけど、やっぱり欲っていうものはあるもので、やっぱり伸びてほしいとかっていうのはあるんですよね。何せよ、いろいろね、こう人生を発展させていきたい、そういうふうに決めてますね。いろいろチャレンジ。淡路島に着きました。淡路に着いた。